これがバレンチーノの部屋です。で、この三角の黒いスティッカーは生まれた時からもう使ってて、この辺は自分でもう剥がしているので、今回は壁の色を変えたいと思います。で、あと、なんかおもちゃがお弁当箱の中に入っていたり、このティッシュの箱の入に入っていたり、この段ボールの箱に入ってたり、いろいろして結構ぐちゃぐちゃなので、おもちゃが収納できる家具も購入したいと思います。で、このタンスはルドが小さい時に使っていたものを白く塗ったのですが、なんか取っ手が取れていたり、スティッカーがすごい貼られているので、なんかこのスティッカーを取って、なんかちょっと綺麗にしたいと思います。で、本もぐちゃぐちゃなので、ちょっと収納方法を考えてみたいと思います。で、バレンチーノは、パウパトロールというアニメがすごく好きで、ポスターがなんかランダムに貼られているのですが、まあ、これもちょっと綺麗に貼り替えたいと思います。なんか取ってもいいって言ったらすごいダメとか言って怒ったので、まあ、ちょっとだけ残しておきたいと思います。今回は壁一面を一色で塗るのではなくて、マスキングテープでこの山の形を描いて、で、薄いミントグリーンでグラデーションをつけて塗っていきたいと思います。で、今からペンキを買いに行くのですが、その前にこの昔のスティッカーを全部取っていきたいと思います。で、結構簡単に取れて、あんまり跡も残らないです。今日はルロアマーレンに来ています。ここでペンキを買います。今回はこのミントの色とカクタスという色と、あとレアプラチノっていうのを買います。こんにちは、フランス在住のともこです。今回の動画はバレンチーノのお部屋の改造の第1弾です。まず最初に壁が結構汚れてきていて、黒い三角のスティッカーもバレンチーノが剥がしていってて、なんか汚くなっていたので、最初は壁を塗り替えたいと思います。で、今回使うのは3色の緑のペンキで、グラディエーションの山を描いていきたいと思います。ちょっと思いたいので下に置きます。で、もうなんかマスキングテープとかビニールとかで準備するだけで1時間半ぐらいかかってしまったのですが、早速ペンキを塗っていきたいと思うので、よかったら最後までご覧ください。前回使った時のペンキが全然取れなくて、ペンキを塗る前から苦戦しています。新しいのを買えばよかったかなと思っています。こんな感じで準備ができました。で、電気のところはマスキングテープをつけて、で、床にはビニール、これはゴミ袋を切ったものなのですが、ビニールとマスキングテープをつけて、で、これもちょっと取れにくかったのですが、まあ一応洗えました。今回は3色の緑を使いたいと思います。で、下の大きな部分の山がこの色で、で、上はこの2つの色を使いたいと思います。まずは真ん中のこの山から塗っていきたいと思います。
はこの違う色で塗っていきたいと思います。1回目のペンキが塗れました。What do you think? You can see the difference between this and this. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, il fait pas soleil, tu vois. But no, but I put the light. Peut-être un peu plus clair. Non?This one should be plus clear. Oui. On dit tout. Tu vois pas trop là, tu vois, un peu, mais un petit peu plus clair. Yeah, we will see. マスキングテープをしたんですが、なんか結構はみ出してしまったので、もう一回ここはやりたいと思います。でもこっち側は結構綺麗。ダメダメ触ったらダメだよ。まだ終わってないんだよね全部。セオラケツプメ。それパマン。あ、結構お金もらったの。はい。まあ、これドライサンティマ。ゆくん嬉しい？ママイエラオ。上はお山だからないでしょ。ダットフェ。うん、まだ終わってないからね。まだ乾いてないから、今日はママとパパと一緒に逃げる。え、僕はセパフィニー。乾いてないからだよ。時間かかるんだよ。わぁ、ダミダミ。え、ちはセパクでセクラ。まだ終わってないんだよね。もう一塗りして終わりだから、今日はパパとママと一緒に寝ようね。一緒の部屋で寝ようね。En fait, avec la deuxième couche, tu vois bien la différence de couleur. Non? Tu la voyais pas tout à l'heure. It's nice, the back is like... Pourquoi tu n'enlèves pas l'autre? C'est pas fini. 今日はペンキが乾いていないので、私たちの部屋で寝まーす。初めてだね、こうやって寝るの。おやすみ。よく寝てください。おやすみ。次の日の朝です。マスキングテープを取ってみました。こんな感じでできました。ビビ、気に入ってる？ビビ、気に入ってる？ラメ。ラメ。